はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。D ノンチ The Wise です。今回は家族募集しますの第8話について3分ほどで話したいと思います。最後は私のライブ情報などを話したいと思います。さあ、今回の家族募集しますですが、ね、おじいさん倒れてしまいましたね。石橋蓮司さんが倒れてしまって。その時に子供しかいないっていうね、もう非常にやばい状態でしたね。まあなんとか一命を取り留めたという感じですね。そして今回はその石橋蓮司さんの家族が現れるというね、そしてその家族が実は戻ってきたいという感じでしたね。でそれを知っているのは中野大河さんだけですと。ねえ、そうちゃん。で、それをね、言わないんですね、またね。大河さんは、ね、ちょっと自分で溜め込んでしまうタイプね。言わない。自分で考える。みたいなね、ところありますよ。最後のシーンはね、ちょっとね、泣けましたね。自分で考えてどうするっていうところですよね。こうキャベツかなんかを切りながらこうね、そしてそれにみんなが気づく、どうしたんだみたいなね、もうね泣けるポイントでしたね。なぜかこう泣けてしまうんですよね。本当はね話してくれたら意外とねスムーズにいっちゃうんですけども。まあそういう場面に直面するとね、もうだってそれで家族が住みますなんて言ったらみんなもバラバラになっちゃうしみたいなのがあるからね。まあ今後ねどうなっちゃうんだろう。これはカメラマンに行くんですかね、タイガーさんはね。ね重岡大毅さんもね、飛び出す絵本が完成するんでしょうね。飛び出す絵本は普通の本の3倍も値段がかかるということですから、すごいですね。飛び出す絵本を見るときにちょっと見方も変わってきますよね。でも3倍売れたらいいね。まあでもそっか、3倍売れたら3倍コストもまあかかるのか、まあそんな感じで、はい。次週どうなっていくのかというね。だから重岡大毅さんと木村文乃さんの関係もねちょっと近づきすぎですよね。あれはもうねまたこう木村文乃さんの方がなんか思いが強そうなイメージはありますけどね。まあ本当に毎回いいなと思いますこのドラマ。はい。さて私 D ノンチ The Wise は、次回では、10月1日にね あります。昨日はどうもありがとうございました。昨日のライブもね皆さんのおかげでなんとかやれましたしね、こうなんとかできたんじゃないかと思いますけども、はい、次回は10月1日金曜日、アコースティックなライブがありますので、アコースティックもなかなかねいいと思いますんで、皆さんぜひ体験してください。概要欄の方にねありますんで、ぜひ10月1日金曜日、お待ちしております、ね。はい。そんな感じでこの番組はドラマ、映画、Apple Watch についてね、話していく番組なんで、ぜひチャンネル登録お願いします。そうだ俺。昨日ね、AirPods、イヤホンをね、全部なくしましたね。どこに行ったんだ？一体どこだ？まあね、結構よくいなくなるんですけどね、毎回出てきてるんで、今回も出てくるかなと思っておりますが、今違うのを使ってるんですけど、それもなんかなかなか良くて、まあこういう、ね、まあ、出ていっちゃったものはね、追ってもしょうがないんで、ね、新しいもので、なんとかやっていこうかなと。思っております。それではまた。バイ。